これは今から13年前に起きた出来事です。今でも兄が何だったのかはわかりません。早く忘れられればよいと願ってるんですけどもね。当時私は上京してきたばかりで右も左もわからない状態でした。祖父からもらったボロボロでいつの時代かわからない東京マップを手に見知らぬ都会をさまよいました。上京の理由は職探しでした。地方で職にあぶれていた私は遠い親戚を頼ってきたのでした。職は知らんが住む場所なら安く提供してやるよと、おじにあたるその人は電話でしか話したこともなく全くもって不安でした。しかし今になって思えばあの時の不安な気持ちは虫の知らせだったのかもしれません。目的のアパートに着いた時は日が暮れかかっていました。そこには大柄なおばさんが立っていました。ようこそおいでました。お疲れでしょう。案内しますよ。と、私は案内されるがまま、その薄暗いアパートへと入っていきました。入り組んだ場所に立っているだけでなく、建物自体がさらに奥まったところへ伸びているためか、私は何か言い知れぬ圧迫感を感じました。雑草も伸び放題なんですよね。実際日は暮れかかってましたが、まるで暗い洞窟に入っていくような錯覚すら感じました。いつの間にかおばさんの背中に止まっていたハエが妙に恐ろしくて、私は荷物をぎゅーっと握りしめながら、いやー東京は初めてなんで人が多くって、と声を大きめに言いました。するとおばさんは振り向いて、静かにと怒鳴りました。私はその時、そのおばさんが女装したおじさんだと分かりました。とっさの怒鳴り声が男の声だったんです。私は意気消沈し、その時は都会の恐ろしさを感じました。今となってはそこが異常なところであったと自覚しております。部屋は生臭いのを除けば家具も揃っており、文句の言いようがなかったんです。しかし東京の家賃はいくら親戚価格で提供してくれると言っても9万と高かったんですよね。6畳が一間と床板のめくれた台所、水は絶えず濁っていたんです。だが私専用のトイレはありがたかった。しかし和式トイレの穴は夏の熱気によってすごい匂いだった。蓋をしても匂ってくるんですよね。おばさん、いやおじさんの厚化粧はギラギラと輝き、ムッとする化粧の匂いがいつまでも吐き気を催しました。そして化粧を落としてきたおじさんが、今度は何事もなかったかのように再び訪れてきて挨拶をしました。遠いところご苦労様ね。所用で迎えに行けなくて申し訳なかったよ。女性が応対してくれただろ。どうだった、え、綺麗だったか。とそう言うと、小太りのおじさんは私の目を覗き込んだんです。アイラインって言うんでしょうかね、目のあたりがまだ化粧が落ちずに残っていました。なんとも、と曖昧に口だけで返事すると、おじさんはあからさまに機嫌が悪くなったんですよ。部屋に漂う据えた匂いと、私の油汗とおじさんの化粧の匂いが風もない6畳に充満していましたよ。その夜、備え付けの埃臭くゴワゴワした布団に入り、疲れていたので無理やり眠りました。どれくらい時間が経ったんでしょうかね。暗い部屋の中に複数の動くものがあるんですよ。気配というか音というか、腐ったような匂いというんですかね。とにかく何かが私の布団の周りにいるんですよ。しかし私は強引に目をつぶって眠りました。相当疲れていたんですよね。次の日、いくつかの場所を当たってバイトを探したんです。しかしなかなか見つからず、喫茶店でコーヒーを頼み、街の喧騒に怯えながら小さくなって寂しい思いでした。ふと私は自分のコーヒーカップを持つ手首に目が止まりました。歯型、よく見ないと気づかない。しかしはっきりと歯型がついていたんですよね。私は寝ぼけて噛んだのだろうと思い込みましたよ。私のものよりはるかに小さい歯型がついた手で飲むコーヒーはまずかった。正直帰りたかった。しかし帰る場所はアパートでした。おじさんに会うんじゃないかなと怯えながら部屋に足早に戻り、鍵をかけました。血生臭さは幾分収まったんですが、化粧の匂いが新しく残りがとして部屋に漂っていました。その夜、私がたくさんのよだれのついた布団をかぶり眠っていると、またもいくつかの気配が感じたんです。猫だと思いますが、私は熱帯夜のような、実際にはまだ夏ではなかったんですけどもね、その蒸し暑さの中で汗を垂らしながらも布団の中で震えていたんですよね。
しかし私は逆に耐えきれず、暗闇の中布団からいきなり手を出し、その黒い塊の方へブンと布団を持って払っちゃったんですよ。気のせいだと確かめたかったんですよね。しかし私の手の甲はある冷たいものにぶつかり、それは勢いよく壁にぶつかり畳に転がったようでした。私は手に感じた感触に背筋が凍りました。昔若い頃に喧嘩をして殴った頬の感触と同じだったんですよね。黒い塊がコロコロと転がって止まりました。その時不意にそれが人間の頭部であると理解ができました。その刹那、ここどこ？突然それが低いドスの効いた声で叫んだんですよね。その叫び声を聞いて私はそのまんま気を失っちゃったんですよ。目が覚めるとたくさんの頭部は消えていたんです。私は汗びっしょりだったんで、体を拭くためにシャツを脱ぐ、そして驚愕しました。全身歯型だらけだったんです。自分で寝ぼけてやったんじゃないんですよ。その証拠に私の頬に血が出そうなほどの歯型がついていました。しかもその歯型は大きいのから小さなものまで様々でしたよ。私は悲鳴を上げて出て行こうとしましたが、髭を剃るのは忘れませんでした。おばさん、おじさんは現れませんでしたが、私はどんどん追い込まれていきました。実際この頃の私は今思っても行動がおかしいんですよ。その最たる理由は相変わらずその部屋で寝ていたことなんでしょうかね。私の体重は10キロ以上減り、はた目から気味悪がられるほど青白くなっていました。そのせいか仕事も全く見つからず、疲れ果てて帰るという毎日でした。歯型は一日消えることなく全身に及び、面接官の一人から、その歯型は？と質問されましたが、さしてうまい言い訳も見つからず、そのまんま噛まれているようですねと言ったところ苦笑されました。彼女にやられたんだろうななんて思っていたんでしょうね。しかし私の限界は近くなっていました。幻が見えるようになり、歯型を隠すため全身に包帯をぐる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 巻いたりもしました。そのくせ表を出歩き、見知らぬ人におはようございますなどと大声で言ったりしてました。気が狂う直前だったようです。その夜、おじさんから差し入れと書いた紙と栄養ドリンク剤が部屋に置いてました。私は疲れていたので遠慮なくご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 くと飲みました。そして私はいつもより深い眠りに落ちたようです。そのおかげか夜中に目が覚めた時、すっきり頭が冴えてました。そして私の体に取り付いている十数個の黒い塊が私を噛んでいることを異常だとはっきり気づいたんです。怖がってる場合じゃないと、まあそうですよね。そう思っている私は冷静なつもりだったんですが、ピークに達していたんでしょう。むくっと起き上がると、暗い部屋の中で黒い塊がズズ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 ズと畳を転がるように進み、台所に消えていったのを感じました。私は待てーと今まで上げたことのないような声を上げると台所に行きました。そしてそれらの影がなぜだかトイレに逃げたような気がして、トイレに駆け込みました。トイレは和式だったんですが、中は真っ暗です。電気をつけようとしましたがつかず、私は荷物箱をひっくり返し懐中電灯を手にしました。そして笑いながらトイレの中にライトを向けました。闇に照らし出されるお物、目を凝らすとウジがうごめいているのがわかるんです。そしてその中にうつろに見上げるたくさんの腐った生首や白骨した頭部が私を見上げているんですよね。私の糞尿にまみれて、うわー、私は悲鳴を上げ、なぜか帽子を手に取ると下着姿のまんまドアを蹴破るように飛び出してったんですよね。おお、ドアの向こうに誰かがいたようでした。振り向くと女装したおじさんがマスターキーとノコギリを持って倒れていました。いきなり開けんな、そう怒鳴られ、私は無性に腹が立ち近くの石をどんどん投げつけました。おじさんは悲鳴を上げうずくまりました。私はいつしか投げている石が人の頭であることに気がつきました。それらがおじさんにどん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 噛みついています。おじさんは肉を食いちぎられているのか悲鳴を上げ続けてました。私は怖くなりアパートを飛び出しました。あれ以来おじさんとは連絡を取っていませんし、連絡も来ません。あの頭部が幽霊であってほしいと思ってます。そうじゃないと私はあのアパートにいる間ずっと毎日糞尿を
あれから13年が経ち、今では遠い記憶になりましたが、私の首元に残る一つの歯型はしばらく消えませんでした。私が殴った生首が噛んだ後だったのかもしれませんね。不思議な話ってあるもんですね。